まあうっかりしましたよ吉田さんうっかり八兵衛ですよ狂気の中でもうっかりはあるということでございますけどもうっかりといえばねこの前ねあのハットリバー広告っていう国がなくなりました残念ながらハットリバー広告ってご存じないでしょうオーストラリアのね南西部にあった国なんですよそれがねえっ、ー、と確かね昨年一昨年ぐらいにその国として解散しちゃったんですよね 人人。口はなんと23人で、主な産業は観光23人の国に年間数万人の観光客が来ていて結構潤ってたらしいですよまあでも感染症のことでね観光が振るわなくなってで収入がなくなって解散したらしいですねなかなか面白いですね、うんまあ、こういう国がねうっかり潰れちゃう国もあるわけですよ でもすごくないですか23人で数万人呼んでるこの観光の国ってどんな観光があるんやっていねまあ農業立国みたいだったんですけども特に観光って言ってもないんだけど最もいいのが国王がね入国手続きをしてくれるという23人しかいないからまあ当たり前ですよねでそれだけなんですけどね、うん、国王と王女様が2人で迎えてくれてあと国民が21人いるというね、まあ、そんなことをよく知ってるなって感じですけども よく知ってるんですよ、うん、よく知ってるんだけども再生数もチャンネル登録も大して多くないということですよね世の中には価値の多様化って言ってそれこそね少数のアクセスの方がまあマニアックでニッチだなというところはあるかなとで多くの人に受けるものってのは多くの人に共存できる価値観なんでいわばは普遍的でありふれてるとも言えますよねまあ変わりのできるものっていうかね <laughs> やっぱ再生数が常に3とか5っていうのは、まあ知られてないっていうのもあるけども、3人とか5人にしか刺さらない情報を発信してるということで、まあその分濃くできるかなってところはありますけども。まああの、YouTube チャンネルなんてね、運を曲折するもんですよ。まあね、マトリックスアフィリエート、第2弾、みたいにならないようですね、いけんですね。じゃあ、気になってますか気になってますかいっらっしゃい。